デイジ久しぶりすぎてもうどんなって撮ってたかなってデイジ忘れてるんですけど、お願いします。で、今回からちょっとストロークとかリズムについてのこと、初心者ぐらいの方からできそうなものを教えていこうと思うんで、結構ね、早く教えていくと思うんですけど、途中途中わからんよっていう時は巻き戻したりして、何回も見てやってみてください。お願いします。で、今日早速1個目教えるのはめっちゃ簡単やしって言うかもしれないですけど、これですってやつですね。じゃんじゃんじゃん。じゃあどうせだから、曲はスタンドバイミー、スタンドバイミーあるじゃないですか、でんでんってやつ、あれのコード進行でやります。で、 A って皆さん押さえれますか？ A、 そうですね、 A、 こうやってローコードで押さえるときに人差し指から薬指でこうやってこう押さえるのが、俺は狭くてこれ押さえきれないんですよ、指が入らなくて。で、僕の A っていうのは Am あるじゃないですか、 Am、 Am 押さえた時の形で小指を、2弦の2フレットに置くこの形、中指と薬指と小指でやる A だと、まあ後々ね、いろんな技ができるんで、これの形の方が多分いいよっていうおすすめでした。ちょっと関係ないのは置いといて、じゃあ A 押さえてもらって、じゃあこれを弾いてください。これもう真似してみんなすぐダンって弾けると思うんですけど、一応このジャンジャジャンジャジャジャっていうリズムに、僕の高順語っていうか、教えてる時はこうやって教えてるっていうのが、天使の歌声っていう日本語に合わせながらこれを弾くっていうやり方なんですよ。天使の歌声で、この天っていうのが、天、右手はダウンアップ、天、まあダウンだけって思ってもいいですよ、ダウンで天、天、天使の、ダウンダウンアップで天使の、まずこの天使のができないと話にならないというか、まあ進まないんで、この天使のだけできるようになりましょう。ダウンダウンアップですね、右手ダウンダウンアップ、左手 A を押さえたまんまダウンダウンアップ、天使のですね、天使の、はい、これできたら次は歌声っていうところの、うっていうのはお休みですね、ダウンを空振り、う、う、天使のう、これ右手空振りで歌声っていう、歌声の歌声の歌声っていうのは3個とも弾きます。歌声連続でやると、天使の歌声、天使の歌声ってなります。もうできますよね、余裕ですよね。天使の歌声、天使の歌声、まあ何回もやれば絶対できるんで、どんどん進めていきます。で、この天使の歌声っていう、ただ弾いてるだけだったら一応曲にはなるんですけど、あんまりなんかリズムのノリが出づらいんで、この天使の歌声の天使、しっていうところにアクセントをつけてみよう。アクセントっていうのはちょっと強く弾いてみようぜっていうコーナーのことです。天使の歌声って言いながら天使は強く弾いてみる。この天使の歌声、天使の歌声、天使の歌声で、僕の結構大げさにバーンってやってるんですけど、このアクセントの練習の時はみんなアクセント俺つけてるよってやってるけど、あんまりついてないことが多いので、まあ人によりますけど、で自分の場合も映してみたのと自分でやってこんぐらいアクセントついてるだろうって思ってるの全然違うんですよね。映してみたら、あ、全然アクセントついてんかったってことがあるんで、アクセント結構大げさに練習の時はつけてみましょう。天使の歌声のシのところ、天使の歌声、天使の歌、大げさにやった、天使の歌声、天使の歌声、グッ
くらいですね。こんなに強かったらお母さんにうるさいよって言われるかもしれないけど、こんだけ強くやるの大事ですから、こんぐらい普通のところとアクセントのところのメリハリを今でつけておきましょう。で、天使の歌声のアクセント余裕だぜってなったら、今度は天使の使と歌声の語も、天使の歌声、天使の歌声、この2つ、天使の歌声の使と歌声の語、ここにあのアクセントをつけてみましょう。これどうなるかって言ったら、大げさにやりますね。天使の歌声、天使の歌声ってなります。そうすると、ドラムがあのってやる、このとか言ってる、こいつスネアドラムの位置と同じところにアクセントが来るんで、少しノリが出るんではなかろうかっていう作戦です。なのでこれやってみてください。天使の歌声、天使の歌声、天使で、こんなに大げさに練習してるけど、映してみて、あ、全然アクセント余裕でつけれてるな俺って思ったら、割と優しくもっと弾いても大丈夫です。録音して自分の聞くのっていうのがデージ大事で、これできてるだろうなって思っても映してみたら全然できてないしってこと多いんで、何回もね録画とか自分でして確認してみてください。お願いします。で、てん、まあ、最終的にはこんぐらいですかね。ちょっとだけアクセントついてるだけでも、十分ノリは出てくるので、まずこれをやってください。で、これができた人は次は天使の歌声の天使ってところあるじゃないですか。使ってところにチャっていう音を入れるっていうのをやります。この天使の歌声のこっちで、このチャやりたいですよね、あの初心者の時。デージわかる、俺もデージやりたかって、チャやりたいんですよ。で、これチャってどうやってやるかって言ったら、まあチャって出す時は基本的にダウンピッキングの時、ダウンストロークの時に一緒に出すんですけど、これピックで弾くと見せかけて、まずこの手刀のところ、このチョップのところでこうスッて置きます。まずじゃあ天使のの天使でこのチョップを置く練習してみてください。天使、天使、チョップこの置いてます、置いて音止める、天使、天使で、これ音止めるの慣れたら、この音止めたと同時かなぐらいの勢いの時に、あのピックも一緒に弾きます。天使したらチャってなりますっていう説明むず短って感じなんですけど、でも本当になります。で、なりにくい人の特徴としては、ブリッジ側でやりすぎてる。こちら辺だと、一応なるけど、むずいですね。あんまならんやつさ、みたいな。ならない時があります。で、この、フレットの、このボード、フレットボードのここら辺をピックが通るぐらいでやると、結構、チャってめっちゃ、なりやすいですね。で、天使の歌声の天使の部分で、天使、チャ、鳴らして。天使の歌声、天使の歌声、天使、天使の死が、チャになっただけです。ダウン、ダウン、アップって。天使の歌声、天使、チャって鳴らして、次アップから。の歌声、天使の歌声。大丈夫かな、ポンポン教えて、わからんよっていう人いるかもしれないですけど、進めるの遅いよっていう人もいるんで、この速さのペース配分がむずいんですよね。でも分からない人は巻き戻してみてください。まあ第1弾はこんなもんでお願いします。見てくれてありがとうございました。こんな感じでまたちょくちょく載せていくんで、よかったら見てください。で、僕が言ってることだったら僕が考えてることなんで 100% 合ってるわけじゃないんで、いろんなね他の本とか読んだり動画とか見たりして勉強して、楽しいギターライフを送ってください。で、一番でもその中でも絶対これは大事だなって思うのが、録画とか録音して自分の聞き返すっていうの大事ですね。できてるぜ俺完璧やっさって思って聞いた瞬間、全然できてないやしっていうことよくあるんで、自分もよくあるんですよ。毎回そうなんですけど、
だから自分で録音録画して聞き直してどんどん練習してみてください。でそれでもなんか分からんやん分からんよっていう時は、僕このギター講師やってるんでよかったら習いに来てくださいお願いします。随時生徒募集してるんで、であの YouTube の説明欄のところにあのメールアドレスとか Twitter とか Instagram のアカウント載せたりとか、あとタブ譜をあの売ったりとかしてるんでよかったらそっちもチェックしてみてください。じゃあ、この動画が何かの役に立つことを祈ってます。ありがとうございました。